それでは第3部匠の始まりです。一人目の匠は有限会社菅野煙火店花火師菅野忠男、曲名登り墨付き彩色神わびさきかすみ草。色あでやかな芯を中心に散りばめ、江戸時代からの伝統的な炭火を主題とした大輪が咲き、最後はかすみ草で締めくくります。株式会社北日本花火工業花火師今野正義、曲名登り曲付きアフロボーイ。今宵自慢のアフロヘアでモテキの夜空に初デビューです。お楽しみに。曲名登り曲付きキラシン染め分けボタン。きらめく芯に色分けされた大輪がとてもカラフルなボタンです。そしてもう一つ、曲名登り曲付きひまわり千輪。小さなひまわりの花が夜空いっぱいに広がり元気に開花します。
株式会社ワビア、花火師久米川正幸、曲名登り小花トロピカル千里。トロピカルな色彩で可愛い花が無数に咲く作品です。そしてもう一つ、曲名登り小花雪ボタン千里。一瞬音だけの闇が先行し、後から無数の北国の花を表現した小花が一斉に咲く日本的な花火です。新潟煙火工業株式会社花火師小泉栄一、曲名登り極道付き松島の夜景。松島の緑色にライトアップされた夜景がそのまま茂木上空に現れます。7人目の匠は株式会社小松煙火工業、花火師小松忠治、曲名登り曲付きマジックスター。時差式に光の星の光が変化する、まさに花火のイリュージョンをご覧いただきます。株式会社細谷エンタープライズ、花火師細谷和夫、曲名登り小花いぶし銀の花。渋く味わい深いいぶし銀は玄人好みな作品です。株式会社山内煙火店、花火師山内博士、曲名登り木付き紫芯カムロサキ群生。紫色の芯が咲き、大輪が広がり、冠のような造形を表し、最後に咲き割りと呼ばれる音と光で締めくくる作品です。
10人目の匠は株式会社丸玉屋五月煙火店、花火師五月憲孝、曲名登り木付き和菊千輪。一輪の菊が無数に一斉に咲き乱れる菊花壇のような作品です。11人目の匠は株式会社磯貝煙火店、花火師磯貝直孝、曲名登り木付きミラーボール。レッツダンシング、思わず踊り出したくなるようなミラーボールが出現します。そしてもう一つ、曲名登り銀木光のオブジェ。花火をアートとして作者が試行錯誤で行き着いた代表作品の一つです。光の芸術をお楽しみください。12人目の匠は田畑煙火株式会社、花火師田畑智弘、曲名登り小花八重芯ステンドボタン。八重の花に見立てた二重の芯が咲き、大輪はステンドグラスのように配色豊かな作品です。13人目の匠は株式会社山崎煙火製造所、花火師山崎義雄、曲名登り曲付き三重芯煙火菊。三重の芯を持つ伝統的な菊型花火です。耐え芯の変化をお楽しみください。14人目の匠は野村煙火工業株式会社、花火師野村陽一、曲名登り曲付き三重芯菊咲紅点滅。高度な技術を必要とする三重の芯を持つ菊型花火の職人技にご期待ください。最後の匠は株式会社紅屋青木煙火店、花火師青木昭夫、曲名登り曲付き三重芯菊咲煙火香炉。トリは日本煙火芸術協会の会長を務める作者の元祖菊型花火の妙味をご覧ください。